ほい。ガンガン行くぜ。5戦目。マルフィリオン VS ジーナ。あなたが招いた。自然を守らねばならぬ。全然違うの来たぞ。今までに来てないな、こいつ。ドローはまあ残しとく、2枚とも。森の助けは後でまた会いましょうっていう感じだな。まあスペルシフター最初から出しておくか。こいつがあるからまあ呪文ダメージプラス1は全然 OK。魔術のなんとか。チップは弾んでくださいよ。チップは弾んでください。懐かしい。じゃじゃーん。じゃじゃーん。2ダメージ与えて。どう。これで次もドローしようかな。目覚めし、あ、いいね。全然回復が空いて無駄になってるよ。どうしようかな。いやー、どうしようかな。ここは条件走り。これで使ったことないけど、こんな声なんかい。じゃじゃーんって。逃げよ、私が食い止める。おい、すげえテンポよくめっちゃいかついの毎回出てくるな。なんでそういうあれな引きなの。倒すよ。じゃじゃーん。この相手は必ずちゃんと対応されてて後手に回ってるのが嫌なはずだからな。ほら、こんなね、こんなの生で出したくないはずだよ。生で。いや、微妙すぎる、どれも。いくか。いや、もっと微妙だった。何を狩ろうかしら。やばい、これ全然理想的じゃないよ、動きが。相手がね、すげえテンポよく展開しすぎ、マジで。なんでそんなテンポよく向こう展開してくんだよ。いやー、失敗したな、今これでなかったな。でもジャグラーにかけるにしてもっていう感じだったよね。いや、嫌な使い方だな。この発明品どうよ。ハンダで、あれ、そっち行く。これはね、負けだね。流れが悪すぎるね。雨が降ろうが雪が降ろうが魔女だろうが。
雨が降ろうが雪が降ろうが窓だろうが、なんだそれ。お前の魂やばい。やっぱ強いミニオンって大事。999吸収は微妙とか言ってる場合じゃなかった。せっかくだから俺は野球を続けるぜ。せっかくだから俺は野球を続けるぜ。なんて寂しいことになってんだよ。2枚、ダメだろそりゃ。ノーフレンドへ。もう勝ち筋ないっすよこれ。もうダメっす。勝利か死かだ。カットだな。死ぬまでカットだなこれ。この後の絵面はひたすらだるいからな。負けた。気を取り直してもう一戦行くぜ。こんなに連続でやらなくてもっていう気はするけどな。マルフィリオンストームレイジVS ウーサー・ザ・ライトブリンガー。我名誉をもって戦う。自然を守らねばならぬ。ウーサーさっき勝ったっけ、負けたっけ。負けた気がすんだよな。それか。ご挨拶。F ダバフ系か。ヘイクンズ、こっちだよ。ヘイクンズ、こっちだぎゃ。まずこの時点で俺の盤面はかなり強いはずなんだよ。おーい、やだなそれ。あれも最悪沈黙があるからどうしようもなかったら沈黙すればいいか。ここは手札温存でいく。
1回ができたら沈黙。光が道を示します。お、これはもう沈黙対象でしょ。生命ダッシュと挑発とかもう無理の無理だから。無理寄りの無理だから。あり寄りのありじゃないから。変な秘策やめてくれよ。OK。お、いいね。あの秘策なんだろうな。召喚時でも攻撃時でもない。呪文使った時に体力2付与か。騒ぎはもうしまいだ。騒ぎはもうおすすめだが出てきちゃったかな。あ、やっぱそれか。やらざるなかったよな。アンダメージ与えるか。残念だからこいつに死んでもらって。盤面のミニオン減らしたくなったけどな。減らしに来るかな。今ここで顔に来る理由ないもんな。絶対この2体を倒しに来るんだよ。ただちょっとまたとどめのターンが遅れちまうな。今持ってるのは4ダメージだろ。これ使って今なら8ダメージいけんね。まだ減らされるはず。2、3、4、5、6、7、8。いけんのか。6、8。これでもいいな。こっちの方が確実だな。これ自分につくかどうかちょっとよく分かんなかった。そういえばついてた気はするけど。勝った。5勝目。嬉しい。これ今俺一応最高記録に来たんじゃない。これをここで勝てば更新だよ。そうそう、このマーク見慣れたわ。よし、記録更新に向けて頑張るぜとか言って気合い入れると負けっからな。いつも通りの感じでいこう。グルダン、お前の魂は我がもの。といや、ドリームウェイの守護者マジで一旦目に来てくれる率超高くて嬉しいわ。スペルブレイカー持ってくればよかったかな。まあ、いっか。ドリームウェイの守護者バフしたかったな。お、いいね、いいね。自ら体力を減らしてくれるか。何をやろうとする。あれだな、でも4ターン目以降はちょっとあんまり展開しすぎると地獄の炎で一掃される可能性があるから、そこは気をつけないといけないな。体力が3以上になるんだったらいいんだけど、そうじゃないんだったらちょっと警戒しないといけない。でも相手にこれがいるからな。関係ねえか。ここは一応警戒で、これ以上展開しないで顔殴っていこう。もし消されても
戻せるパーツは持ってる。こいつも3体出る。これも手札が増強されるしな。とか言ってね、でもチキルとだね、ダメなんだよね。地獄の方の今使っちゃっていいよ。あ、出てこない。あ、そう。じゃあ、しくじったな。いいや、並べとくか。おそっちできた。消されちゃったよ、どうしよう。空おいで、かわいい鳥たちよ。カメレオス。これでこいつ、ん？いや、これを出してからちっちゃいのいっぱい出してる。でもカメレオスがどうなっちゃうかよくわかんないからな。危ない危ない。わえー、こんなんなっちゃった。どうしよう。このリンゴを頭に乗せてくれ。出てけ。自然に刺さる。カメリオさんの次のターンの動きによっては、これでもこのままってことがないんだからな。これ嬉しかったけどな。まあ、自分が並んでないなだったらっていうことだけどね。今もうちょっと盤面取り返せるカードがないからな。こいつら生き残ってほしいんだけど、殺しに来るだろうな。何何？ガゼットが特大スクープをお届けします。ん？ヤバめなやつ出たな。あ、いいね。グリズリー使ってからすればよかったっていう気もするけど。これでどんぐらい生き残ってくるかな。もうそれによってはこれでもう決着だけどな。地獄か、地獄の炎か。やめ、あ、ほら絶対そうだよ。味方のミニオンが死ぬのを、うわ、もっと嫌だ。うわ、ボーロック除去率、除去力高え。何これ、なんだよそれ、めっちゃ賭けだなこれ。でもこれしかできることない。もうこれで負け決定の可能性あるからね。もう今すでに手持ちだけだと負け決定なんだよ、残念ながら。なんだよそれ。おお。おやすみ。やべえ、マジかよ。あと1回負けたら終わっちゃうよ。6行きたいんだって。6頼むよ。